自己紹介お願いします。はい、3年ビオラパート上つなぎです。3年ファーストバイオリンパート山中あさえです。よろしくお願いします。まずは今一呼吸置いて感想はいかがですか。では、山中さんは今までこのカプリオール組曲を演奏してきて、やっぱりその今までの練習の成果が全部出たと思います。お、神さんはいかがですか。はい、この曲は5月に発表されて7ヶ月間やってきたんですけど、それがこの7分で終わってしまうのは寂しかったんですけど、今までのことすべてやりきれたなって感じがします。そうか、練習で一番難しかったポイントって神さんどんなところにありましたか。曲によってキャラクターがすごく違うんですけど、それを表現するのがすごく難しかったかなって思います。確かに聞いてても本当に同じ楽器で演奏してるのかなって思うくらい違った景色がね見えてきますよね。はい、あ、面白い、ありがとうございます。山中さんは一番頑張ったところってどんなところでしたか。やっぱりこの曲は全部を通して強弱の違いが激しくて、やっぱりその一つの強弱の違いでも大きさっていうのが全然違ったりするんで、そこにすごく難しさを感じました。なるほど、ありがとうございます。でも今回はそれをしっかりね練習の成果出してきれたと思うので、まあ、他のことも聞いていきたいんですけれども、いろいろね伺っていて、最近自分の中でハマっていること、神さん何て書いてくれましたっけ。お菓子の作る動画を見ること。作るんじゃなくて作る動画を見ることが好きなんですか。はい、へ、それは なんでそれに行き着いたんですか。わかんないんですけど、なんか作るのも好きなんですけど、好きなんだ。作る時間ないので見るのが好きです。見て満足してるんだ。はい、あ、なんか分かる気もしないこともないです。山中さんいかがですか。私は最近毎日音楽聴くことにハマってます。それはクラシックでしょうか。いや、J-POP だったりクラシックだったり。最近一押しの歌手とか、まあ、アーティストさんっていらっしゃいますか。ミセスグリーンアップルさんのケセラセラにいつも元気つけられてます。いいですね。私も僕のことっていうミセスグリーンアップル大好きなんです。 ありがとうございます。じゃあ最後に今まで支えてくださった皆さんに一言ずついただいてもいいですか。じゃあ神さんからお願いします。はい、3年間弦楽部やってきて、いろんな方に支えていただいたので、今日迎えることができたのですごく感謝しています。3年間弦楽部でき続けてこれて、でしかもこのような舞台に立てることができて本当に光栄です。ありがとうございます。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。